マージャン勇気アンケート。マージャン遊戯王のゴールデンウィーク特別企画で7日間連続アンケートとしまして、マージャン遊戯王ユーザーが選ぶ29分の1と題したツイッター上での M リーガーの方を対象にした7つのアンケートを視聴者の皆さんに取っていただきました。その結果が出ましたので、本日は星野さんとイキさんと一緒に結果を見ていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、前回はですね攻撃力で、今回はまた別の、あ、何ですかイキさん、その立派なパーカーは。そうそう、麻雀遊戯王のグッズをね、はい、いっぱい今作ってて、何個かやっぱ買ってみたのが、ね、やっと届いたんですけど、うん、黒いパーカーでして、まあ、ここにちょっとアンプリのロゴとね、はい、実はちょっと見づらいんですけど、イーピン君もいるタイプのロゴになってるんで、はい、いいるよ、はいはい、ぜひぜひ、まあ、ちょっとね、暑くなってきたんですけど、うん、まあ、ちょっとね、ちょっとだけ暑くなってきましたけど、まだいけるはず。そう、あの室内とか逆に寒いから、こうやってちょっとね、羽織れるものとかの方がいいかなとは思います、ね、うん、はい、暑くなってきたし、はい、そうそう、文吾さんにも支給しようかなって。そうですね、そうですね、逆に、そう、逆に、ね、逆に今、お渡ししてね、はい、寒いとき T シャツで、暑いときパーカーみたいな。パーカーでね、はい、罵声を浴びましょう。暑い時にね、はい、暑いものを、そうですね、やっぱそういうもんじゃないですか。ラビ焼きうどんを夏に食べたくなるのと一緒です。追い込んでいかないと。そうですね、ここでは意見が一致してるんですけど、うん、大丈夫かな。そういうことですね。まあ、皆さんその、ね、グッズとかもよろしくお願いいたします。はい、はい、というのも踏まえまして、では本日のですね、アンケートのタイトルに戻りましょう。はい、本日結果を発表するのは、防御力が一番高いと思う M リーガーはでございます。なるほど、はい、まあね、前回攻撃力でしたから、今回はもう防御力、うん、防御力ってもいろんな捉え方があるかもしれないんですが、うん、もろもろ踏まえまして、防御力が一番高いと思う方をですね、挙げていただきたいというアンケートでございます。さあさあさあ、それでは予想ですが、細野さんと生きたのは誰がいいかなっていう予想を立ててますでしょうか。防御力、そうですね、硬い人ってことですもんね。硬い人の方とかは防御力の方が強いのかなっていう印象ありますけど。あ、そっか、3分とか強い、うん、やっぱりラス取らない天保、ね、ゲームの出身というか、そっちの方々なんで、うん、なかなか補充しないというか、ラス取らないっていう意味ではなんか防御力なのかなっていう気しますけど、うんうんうん、確かに、うん、そうですね、確かにパイレーツの方はそういうイメージがありますね、うん、まあ、基本みんな高いんですけどね、はい、まあ、そうですね、あの M リーガーっていうか、確かにもうそもそもそうですね、あの舞台にいる時点で防御力もすごいということなんですが、うん、とりわけその中でもまあすごいというイメージで、まあ皆さん書いていただいているのかなという気がいたします、うんうんうん、はい、でそれではですね、3位2位1位と発表していきたいと思います。今回ですね、結構票が割れてるかと思ったんですが、意外と3位2位1位の方で得票率が抑えられてるので、はい、意外とこのお三方が印象が強かったのかなと思いました。ということで、まず第3位を発表いたします。防御力が一番高いと思う M リーガー第3位は小林豪プロでした。あ、なるほどね、はい、冷静沈着、うん、ね、ロボと題されるほどの方ですから、まあ、防御力もすごいというイメージがあるようでございますね、うん、確かにね、はい、ラス取らないですからね、なかなか、うん、結構泣くんですけど小林豪プロって、はい、あの防御力が高いからこそこう泣けて攻められるんですよね、うん、実は、うん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 、なんか2フロぐらいまで泣いてもあれですもんね、防御力高いですもんね、振らないですもんね、うん、まあ、そうですね、うん、そうそうそう、隙がないってことなんですよね、うん、はい、そう、というのも踏まえましていろんなコメントをいただいているんですが、うん、常に冷静だから、うん、コメントとかですね、あとは守備に回った時に補充するイメージがない、あとは今の星野さんのお話でもありましたけども、うん、手配を短くしても防御力を落とさないよう打つし、うん、また手配の読みがえげつないっていうことですよね、うん、あと長いもので防御率の低さに加えて、うん、早仕掛けで相手の潜在的な大物手を潰す、うん、上がり下りだけじゃない防御力を持っている、うんうん、総合的にどの場面でも防御力が強いという、さすがであるという、イメージが強いんだと思います、うん、はい、泣いてからの守備がうまい、あとはですね、やっぱり印象的な、うん、場面的に印象があったところで、ここぞでのビタ止めはパイレーツを救ったっていう、やっぱりその試合の印象ありましたね、確かに、なんか何回かすごいのありましたもんね、うん、2アンコ降りてましたもんね、なんかね、2アンコ崩して降りてましたよ、はい、
ていう中で、うん、いろんなその、コメントがあった中なんですけど、一個だけですね、ちょっとやそっとじゃ死ななそうっていう純粋な人としての防御力が高さでもコメントあるんで、確かにそういったのも含めてですね、うん、はい、すごい区間防御力というイメージがあるんだと思います、うん、はい、でそんな小林ゴープロ第3位なんですが、投票率は 13.6%、 うん、人の方が高いですね、高いですね、うん、はい、では第2位に輝いた方を発表したいと思います、うん、防御力が一番高いと思う M リーガーは第2位に輝いたのは近藤誠一プロです、うん、確かに、はい、それも確かに、近藤プロはその記録の方でもねありますもんね、うん、やっぱそちらの記録に関してコメントをしてる皆さんが多いです、うん、はい、連続無報酬記録、うん、あ、そうそうそう、はい、レギュラーシーズンも出すなかなか取らないでずっと言ってましたもんね、うんうん、そうですね、はい、で無駄な報酬がほとんどない、うん、はい、でラス回避と報酬回避の記録を大きく塗り替えた人なので防御力が一番高いと思いました、うん、はい、というのコメント、はい、で振り込みするイメージがないですね、うん、やっぱりそのイメージですよね、絶対に振り込まない報酬しないっていうイメージがすごく強いんだと思います、うん、そういうのも踏まえて、セブンセンシズの持ち主っていう、ね、うん、コメントが来ているじゃないですから、確かに、うん、ベタ折りではないんですよね、うん、降りるんですけど、実は回して攻め返してるんですよね、うん、うん、しかもものすごい高い点になって、はい、押し返すから、そう、一見降りたのかなと思うんですけど、うん、実は大物手が育ってみたいな、うんうん、なるほど、そう、はい、押し返すっていう、すごいですね、で、先ほどの小林ゴープロとも同じですかね、うん、皆さんがその報酬率が低いとかラスを取ってないとかそういう中で、唯一ですね、コメントで温泉に入るときは下半身を完璧に防御してるから、これは番組側の配慮で防御できたんです、これに関してだけはそんなに防御力がなかった気がしたんです、うん、そうそうそう、はい、無防備でした、無防備だった気がするんですけども、ゼロでしょ、むしろほぼほぼアウトでしたからね、生活は防御力ゼロです、好きだらけ、好きだらけでしたよ、ではあるんですね、生活だって無課金アバターみたいになってますもんね何の装備もないって感じですからね、ただただ麻雀の時はもう鉄壁であるということで、はい、第2位でございました。ちなみに投票率は 20.1% です。高いですね。さあ、そしてそんな小林プロ、近藤プロを抑えての第1位に輝いた方を発表したいと思います。うん、防御力が一番高いと思う M リーガーは第1位はこの方、大井隆晴プロです。まあだよねって感じですね、うん、なるほどなるほど、実は、うん、満を持してのやっぱ大井さんが1位に輝きました、うんうん、ちなみに先に投票率だけで言いますと、投票率は 21.7%、 接戦ですね、接戦です、はい、うん、近藤プロとは結構な接戦でございました、うん、でコメントなんですが、うん、もうまずですね、もうこの人しかいない、うん、コメントが起きております、うん、はい、やっぱイメージとしてもう絶対的な防御力があるということですね、シーズン通して報酬するシーンを回避していた印象があった、あとですね、振り込むイメージがない、全員に目を配らせていそう、あとは点数持ったら硬いっていうことですね、本当に硬いんですよ、あとですね、そういうのを踏まえて引き出しの多さっていうこともあります、うん、やっぱりその防御する時の手数がすごくあるのかなっていう感じがね、しますね、まだやっぱ大井さんといい近藤さんといい、なんかその攻撃力っていうイメージないですよ、守備力っていうイメージが高い人がなんかやっぱ結構去年も今年も M リーグの個人成績結構上位の方多いですね、やっぱ防御力硬いイコール負けないっていうことに、安定した成績残すタイプですよね、大井さんって、それは自分の手だけではなくて、このコメントであるんですけども、他者の手牌を読む精度が別格、リスク管理がすごいっていう、まあ、コメントにある通り、やっぱ場を状況を冷静に見えてるっていうことなんですね、うん、これまあ多分当たり前の話なんでしょうけども、はい、うん、まあ、大井さん自身が攻撃派の人ってなんか報酬しても何にも攻められないけど、防御派の人ってこう降りて振り込んだらなんかすげえ文句言われるみたいな、そうだから難しいんだみたいな、難しいですね、だからそれもコメントであるんですかね、うん、安定感が抜群、うん、この人が止まらないならみんな止まらないと思ってしまう、うん、それぐらいやっぱ、あとコメントである読みと折りの速さ、うん、まあ、それぐらいもうあの的確な状況判断ができるということなんでしょう、うん、はい、さあそんな大井プロが1位輝きましたので、うん、ちょっとこちらからもですね、お祝いのコメントを攻撃力の時と同じようにう、ね、はい、インタビューしてみたいと思います、うんうん、はい、もしもし、もしもし、はい、はい、はい、
大分カールプロでしょうか。はい、大分カールです。どうもどうも、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れっす。お疲れ様です。大分プロ EP 君です。大分プロ、今お時間大丈夫でしたでしょうか。余裕です。わ、ありがとうございます。あの、今実はですね、麻雀遊戯王で収録をしておりまして、はいはい、で今アンケート企画でですね、防御力が一番高いと思う M リーガーはという企画をやっていたんですが、はい、こちらで大井プロが見事1位に選ばれました。おめでとうございます。ありがとうございます。まあなっちゃうよね。当然だということですね。当然です。なるほどなるほど、はい。これはオイプロは普段からその、まあ、防御を意識してじゃないですけど、そういう形で麻雀をやられてるということなんでしょうか。そうです、意識してるというか、はい、朝起きた時もすでに、はい、守りのこと考えてます。早くないですか。あのね、はい、プロってそういうもんなんですよ。あー、勉強足りなかった。そうなんですね。卓についてからじゃ遅いの。なるほど。うん、始まってんの。なるほど、うん、危ない。もうちょっと強く言われたら信じちゃうかもしれない。いや本当にね、みんなさ、はい、相手からリーチ来てからさ、うんうん、急に守備を考えるんだけど、はい、やっぱりね、僕はね、うんうん、リーチ来るイーシャンテンぐらいが一番大事だと思ってるのね。だから相手のテンパイを読むんじゃなくて、相手のイーシャンテンを読めるようになると、うん、はい、一気に変わる守備力が。確かにそのアンケートの時にコメントもいただいてるんですけども、はい、この視聴者の方からですね、はい、あの、大井プロは読みが抜群にうまいっていうのと、その降りるタイミングですよね、がすごく絶妙であるっていうコメントもたくさんいただいてるんですよ。それはそうなんですよ。そういうところなんですね、はい、だから相手がリーチ来る少し手前で危険牌をまず処理しておいて、はい、リーチ来た頃には安牌にも困らないか、うん、それかあの反撃する時も押し返しやすいように勝負手ほど押し返しやすくスリムにしてあるんですよ。常に手を読んでっていうことですね。そういうことですね。さすがですね。ちょっと待って、大井さん、その辺のことって、うん、6月1日発売の、はいはいはい、ひょっとして乗っちゃってるんですかね。ちょこちょこっと乗っちゃってますね。乗っちゃってます。あの書籍に。そうですね、乗っちゃってます。あ、本当ですか。6月1日のあの書籍って何ですか。視聴者分からないんで説明してもらっていいですか。はい、あの書籍に。わー、気になる。6月1日にオイプロの書籍が出るということですね。まあ、そういうことです。出ちゃうってことですね。出ちゃいますね。ここでそれを言うってことは、それはちゃんと竹書房さんから出るんですよね。そうです。なるほど。はい、もう竹書房のプッシュがすごくて、もう いろんなとこから本出してくれって言われて全部断ってるんだけど、うん、はい、竹書房だけなんかね、ストーカーみたく電話してくるんだよ。だもうびっくりと、俺もう本当にね、うん、金本さんがね、うん、あのちょっとまだ本を書く自信がないですって言った、うんうん、3日後に電話した時はびっくりしたよ。あの3日経ってそろそろ自信出てませんって。もう俺も笑っちゃって。やっぱちょっと書いてもいいかなって思っちゃったもん。なるほどね。やっぱ竹書房は唯一大井プロの防御を突破する力があるから。あれやばいよ竹書房は。笑わしてくるもん。さすがの大井さんの防御力でも無理でした。そうそうそう、突破しました。金本さんの攻撃力が高いわけです。なるほどね。ぜひ皆さん、6月1日 その書籍の方もノーチェックという、うん、はい、あの攻撃の本って結構出てるんですけど、うんうん、あの守備のことを考える本ってあんまり出てないんで、うんうん、でその辺をちょっとちょい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 出てくるんで、うんうん、はい、まあ、極端な例で言うと、まあ、うん、ハイパイ折りの話なんですけど、うんうん、そう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 、ある程度リードした時に、うん、自分の手が本当にもうダメなハイパイの時は、うん、そう、せめてドラなし、やかなしぐらいの時は、うん、ハイパイを意識してねっていうようなことも書いてます。いや、これはぜひ皆さんに見てほしいですね、うん、見て、本当に読んでくれたら、うん、あの本当に強くなると思いますよ、うん、結構秘密明かしちゃってますよね。結構明かしてますよ、はい、なるほど。これあれですよね、あのアベマズの対局のあれですよね、はい、実戦譜というか。そうです、アベマズの M リーグの中から、うん、まあ、うまくいった例と失敗しちゃった例をいろいろ出しながら、うんうん、別に僕が絶対正解っていうか、みんなで、うんうん、ここはこっちの方が良かったかなっていうような反省をしながら、うん、
はい、なるほど、うん、これはぜひ読んでもらいたい、読んでもらいたい、はい、久々の大井さんの先日本んてか初めいや先日本自体は本当に久しぶりですよもうね、すごい、はい、そうそうそう、大井ネスとかね、はい、そう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 、そうあっちは、ね、うん、なんかビジネス本みたいな感じなんで、そう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 、はい、ね、これはね結構いい本だと思います、はい、素晴らしいですね、はい、お願いします、急ピッチで作りましたからいや本当急ピッチどこじゃないよ本当最終確認なんて2日でやれって言われてあ2日ももらえたんですか、マジでマジでやべえよ、しかもね明日までって言われたから、あいや2日来るよせめてそんな暇じゃねえんだよでも見ちゃうよね、できちゃうよね、はい、できちゃいましたよ、さすがですね、ですねじゃあおいプロすいません、最後に視聴者の方にコメントをお願いしていいですか、はい、そうですね、最近のマージャンってトップ賞が大きかったりして、はい、みんな攻撃寄りになるかもしれないですけど、M リーガー29人の中で一番守備意識の高い僕が一番勝ってるんで、うんうん、確かにマージャンに守備はすごく必要だよっていうことをこれからも証明していきたいと思いますので、うん、はい、はい、その辺にも注目してください、はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、どうもありがとうございました、はい、はい、ありがとうございました、はい、ということでさすがのオイプロでございました、まあそうですね、はい、さすがでしたね、さすがでしたね、そして戦術本がちょうどよく出る、なんというタイミングの良さでしょう、そうですねこれはなんか全て偶然で、ね、が重なってね今起きてますからすごいなと、ちゃんと本出たらじゃあまた金本さんが紹介しに来てくれるんですかね、ああそうですね、紹介しに来ていただきましょう、はい、金本さんがねプッシュプッシュで出る本ですからねはい、ね、要チェックでございます、まあ、金本さんの営業力の高さ、高さ素晴らしいですね営業力が高いランキングナンバーワンですね金本さんはね、はい、あということで大井プロ、防御力が一番高いと思う M リーガーは、はい、第1位ということでお話いただきました、ありがとうございました、はい、さあ次はねどんなアンケートなのか、それはまた今度の動画で公開しようと思いますのでお楽しみくださいということで今日はここまで、またねー、